湖岸を歩いてきまして、蓮田の前でポイントに来ました。ここはですね、向こう岸の壁伝い、これをヘチというのですが、ヘチ周辺を狙っていきたいと思います。なぜヘチを狙うのかというと、ところどころに縦に支柱が入っています。こういう支柱の周りは、魚、コブナが止まる、休むポイントの目安の一つです。それと、もう一つは壁に、水中の中に苔が生えていて、そういった珪藻類をコブナがついばむ、食べるんですね。ですからなるべくヘチ寄りをこういう場所は狙います。細の支柱のあたりをまず狙います。そうすると浮きがこうやって、これでも少し浅いかなという状態ですが、ちょっと当たりましたが、その後にちょっと、はい、やはりいました。ここには水路に小橋が架けられているので、こういう影の状態ができています。でこういう影を狙うというのは小物釣りの、鉄則 でその周りに補定層がこうびっしりと覆いかぶさっています。もう少しここのポイントが空いてると釣りやすいんですが、少しだけ空いてるのでちょっとそこに仕掛けを入れてみたいと思います。これから落とし込んであげるようなイメージでゆっくりと入れてみます。比較的浅いんですね。入れば当たると思うんですが、当たりました。やっぱりいました。まあ、こういうところをやっぱり釣らないと数も伸びません。これは金ブナですね。でこれだけやっぱりホテイソウが生い茂っていると、このホテイソウの中にはおそらく予想ですがたくさんのコブナが、いると思います。今のように天気のいい時にはこういう所に集まってきて、これは多分取りましたね。よっと、りゃんこです。一家です。はい、やはり溜まっているようです。それともう一つ、コブナのポイントの目安としてですね、コブナがキラキラと反転する平打ちというのがあるんですが、そういう平打ちを一つの目安として釣るのもコツです。あとはこういう、水路の中にですね、ハスが生えているようなこういう場所も狙ってみたいと思います。この辺に出てみましょう。当たりました。やっぱりこういうところにありますね。ちょっと大きいですよね。よいしょ、ちょっと大きいサイズです。